ロバート・ケイシー・ジャンセンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍オレンジ、出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2003年の MLB ドラフト49巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されたが、入団には至らなかった。2004年の MLB ドラフト4巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、今度は、契約に合意した。2006年4月27日に、 AJ バーネットの代役としてメジャーデビューを果たし7月31日にトリプル A 級シラキューススカイチーフスに降格するまで先発ローテーションを守った2007年はリリーフとしてメジャーに定着した2008年は肩の故障により全休した2009年に先発として復帰するが結果を出せずにリリーフへ戻った2010年から成績が向上した2011年は セットアッパーに定着した。2012年2月13日に2年590万ドルで契約を延長。シーズンでは、クローザーのセルジオ・サントスが開幕早々に故障者リスト入りし、当初代役を務めたフランシスコ・コルデロも、セーブ失敗を繰り返したため、5月からジャンセンがクローザーに昇格した。シーズン中から肩に違和感を抱えながら投げていたが、 ホイップ0.86と投球内容は非常に安定しており22セーブを記録した。11月16日に右肩の手術を受けたが翌年のキャンプには間に合う程度の軽度なものだった。2013年のシーズンも開幕からクローザーを務めた。6月8日のテキサスレンジャーズ戦で救援失敗するまで開幕から連続12セーブを記録していた。 なおこの試合は18回まで試合が続き、これは球団史上最長試合となった。その後も安定したピッチングを続け、シーズン終盤には12試合連続セーブを記録するなど34セーブを記録した。2014年は3月30日に左原部、下配部の故障のため15日間の故障者リストに入り、そのまま開幕を迎えることとなった。 5月11日に故障者リストから外れた。前半戦は23試合で3勝14セーブ、防御率1.23と好成績を残したが、後半戦は27試合で3敗11セーブ、防御率6.46と不調に陥った。シーズン通算では3年連続となる20、セーブ以上を記録したものの、セーブ成功率83.3%は、クローザー定着後で、 最低の成績となった。オフに FA となった。2015年2月2日にワシントンナショナルズと1年契約を結んだ。この年は48試合に投げ、通算400試合登板を達成したが、防御率が大幅に悪化して2009年以来6年ぶりのワーストとなる4.95になった。また、クローザーを務めなかったため、セーブは一つもなかった。11月3日に、 FA となった。2016年2月20日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだが3月24日に FA となった。6月16日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。2017年はメキシカンリーグのモンクローバ・スティーラーズでプレー5月16日に FA となった。球種は豊富で4シーム、2ーシーム、カッター、スライダー、カーブマイル。 チェンジアップを投げる。以前は、カッターを中心にツーシーム、スライダーを大投げしていたが、ちょうどクローザーに転向した2012年頃から、フォーシーム、カッター、カーブの3球種だけで、投球の90%以上を占め、スライダー、ツーシーム、チェンジアップはほとんど投げなくなった。2011年からは、左打者への成績が飛躍的に向上し、一流のリリーバーへと成長を遂げた。 ありがとうございます。